どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はこちら、ドエスカリバーの秘宝妖怪エンブレム開封してみたいと思います。ここにドエスカリバーいるんですけど、超ドエスな攻撃をするらしい。ここに猫2世とジバニャン、トレジャージバニャンいるんですけど、ちょっとドエスな顔っていうかなんか、顔がいつもと違いますよね。ドエスカリバーは大秘宝妖怪ヨーデル戦の解放に必要な妖怪なんですけど、妖怪の説明見てみると、騎士のような姿をした秘宝妖怪で、剣の部分が実は本体で鎧を操ってんだって。この剣の部分が本体なんだ。高圧的な言動で人を威圧するが、本当は心優しいという噂も。そう。まあ、ヨーデル戦の解放に必要なエンブレム揃いますよね、これで。じゃじゃーん、ドエスカリバーの秘宝妖怪エンブレム、こちらです。黒色でかっこいいですね。赤色がなんかポイントになってます。形がなんか剣の形っていうかね、模様もちゃんと入ってます。でこちらギミックがですね、剣がこうやって開くようになってます。そして化石メダル、こちらです。白色のフレームですね。エンブレムのデザインよく見たら、なんかお化けみたいなやつもちらほらあるんですよね。化石メダル見てみると、なんかお化けみたいなやつありますよね。このドエスカリバー剣の本体がなんかこうお化けみたいなのを操ってるってことかな。でこの鎧を動かしてるっていうことなんですかね。この化石メダルをエンブレムにセットして、で剣を刺すと完成です。これでドエスカリバーの封印を解くことができます。この状態でデラックス妖怪ポットと連動すると、お宝の容器を作ることができます。こちらがですね、ドエスカリバーの秘宝妖怪メダルなんですけど、これもね、黒色のフレームになってます。こちらのメダルをエンブレムにセットして、剣を差し込むと完成ですね。かっこいい、すごいマッチしてますよね。こうやって持つと本当にでっかい剣みたいな感じですよね。バシュ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 。この状態でデラックス妖怪ポットと連動すると、ドエスの容器を無限に作ることができます。で、ドエスの容器を妖怪ウォッチバスターズ2で解放すると、ドエスカリバーが入手しやすくなります。ベゼル0の状態で、ドエスカリバーの召喚ソング聞いてみたいと思います。薄ら影族。そして、秘宝妖怪ですと。この後。どすえ。すごい召喚ソングはポップでしたよね。キャッチーな感じ。で、ドエスカリバーの声が超激渋なんですよね。このドエスカリバーのメダルとエンブレムの裏面にはですね、実は QR コードがついてます。こちらを妖怪ウォッチバスターズ2でスキャンすると、ストーン無限のかけら1と2が入手できます。で、それを合成すると、ストーン無限ができて、ドエスカリバーと無限にバトルすることができます。このドエスカリバー、剣の方が本体ってかなり衝撃的だったんですけどね。よく見たらなんか剣に羽生えてるし、ちょっと謎すぎる。はい、ということで以上、今回はドエスカリバーの秘宝妖怪エンブレムの紹介でした。最後まで視聴ありがとうございました。